神戸で税理士法人の代表をしております税理士シンガーソングライターユシンと松です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。質問が来ておりますので。いやもう本当にありがとうございます。はい、ご回答お願いします。はい、頑張ります。税理士業においての質問で、うん、はい、事業の応援と相続関連をもし一人で開業するとしたらどちらが儲かりやすいですかという質問が来ております。なるほど、はい、儲かりやすいですかですね。そうですね、一人でやった場合、一人でやった場合ね、わ、はい、かりました。じゃあまず結論から参ります。圧倒的に事業応援の方が儲かりやすいです。儲かりやすいってそもそも収入がどれぐらい上がるのかみたいなことだったりとか、いつも僕が税理士やったら例えば1000万2000万っていうのは普通ですよって言っているそこのラインにどれぐらい簡単にやっていけるのかとか、そういったようなイメージなんだと思うんですけど、事業応援と相続っていう、まあ、分けてくれてたんですけど、まあこれも事業応援って何なのかっていうと、まあいつも僕が動画で言ってますが、事業をやっている方と、まあ、一緒にやっていく、その方がやっていく税の申告、毎年ある個人ならみんなが言う確定申告の時期とかにその税の申告がありますし、会社さんも1年に1回はそういったことがあるので、それをお手伝いするっていう時に、まあ、会社の事業の数字を一緒に見させてもらいながら応援できることをしていくっていうことで、まあ、毎月の顧問料とかっていうのをいただいて、決算料とかってまた年に1回いただいたりとかっていうことで、僕らは僕らの事業を成り立たしていく。であとはそれで安定するので、とにかくお付き合いさせてもらってるところを応援するのだ。これが、まあ、事業応援パターンの一般的に税理士さんっていうイメージをしてもらったら、きっとこれをイメージするんじゃないかなと思うんですけど、A の方だと。でもう一個、その相続があった時にその相続税の申告をする、これも税理士さん、税理士としてやる一つの大きな業務なんですけれども、まあ、大体こう、まあ、みんな両方ある程度やるんだけど、まあ、事業応援みたいなことをメインでやっていて、少し相続もあればやりますよっていうパターンぐらが多分一番多くて、相続をある程度ガッとやってるっていう人たちはかなりその相続に特化してやるんですけれども、じゃあこれを一人で開業した時に、まあ、事業を応援するっていうパターンと、相続税の申告をメインほとんどそれでやっていくっていうので、どちらがまあやりやすく、どちらがまあある程度の収入まで持っていきやすいのかっていうところをご説明するって話になると思います。で、結局事業応援の方が圧倒的にやりやすいと思っているんですけど、まあ、なぜかというところで、相続税の申告を取り巻く業界っていう見方と、でその相続税の申告をする人、自分っていうこと、この2つに分けてちょっと説明していこうと思います。相続税っていうのはじゃあどういうものなのかっていうと、実はね、相続税に関しては、まあ、亡くなってから10ヶ月以内に申告してくださいっていうことになってます。でこれ長いですよね、ほとんど1年近くかかってるわけですよね、申告期限っていうのは。でこれの、まあ、大きな要因っていうのが、業務がめちゃくちゃ大変だからっていうのがね、ちょっと想像していただきたいんですけども、まず亡くなって相続税の申告をするっていうことで何しないといけないってわからないですよね。僕自身も全然わからなかったですし、何をしないといけないのかっていうと、業務としてはまずその亡くなった方の全部の財産とか負債、まあ、借金みたいなこともそうだし、例えば車のローンがまだ残ってますよとか、そういったことも含めて、でどこどこの口座にが実は家中ひっかき回したらいろんな通帳が出てきたとかね、どこどこの株を実は持ってたとか、山を持ってるだなんだとか、そういう財産全部とか洗い出さないといけない。それに基づいてその財産とか負債があるから、それに対して税金がかかるということなので、それ全部洗い出さないといけないですし、人間関係というかね、相続人になる方の人間関係、家族関係みたいなものを全部こう洗い出さないといけないんですね。でこれ想像するだけでもね、むちゃくちゃ大変ですよね。本籍が例えばもう全然違う県とか府とかにあったりしても、そこの取り寄せないといけないけど、じゃあ電話だけでできるのかとかね、もういろんなことがあるじゃないですか。それに対して自分たち税理士側もやるんですけど、一緒にやってもらうのが相続人さんですよね。この相続人の方、まあお子さんが多いんですけど、普通の人なんですよ。別にその相続のこと何も知らない人が今みたいな話を聞いて一緒にやっていかないといけないんですけど、まず素人ですよね。なので必要なことがちゃんと伝わるまでにすごい時間かかりますし、期限がいついつだからって言って、それに対して仕事としてその人は動かないので、なかなか思ったように資料も集まらないですし、でかつ揉めます。ほとんどの現場が兄弟喧嘩みたいなのが発生します。最初に来た時はね、めっちゃ仲いい兄弟やんと思ったら、その申告が進んでいくにあたっても大喧嘩するとかっていうのが多々あるんです。感情の部分がある。お兄ちゃんはあの時あんなことしてもらったみたいなのを60歳ぐらいの人とかがこういう
やってるわけですよ。もうその精神的な負担とか含めてね、今言ったような話を全部やらないといけないんですよ。で当然それ集めてみんなの取りなしもした上での数字の計算みたいなこともしないといけないし、それに対する法律とかもずっと変わってきて複雑になっているし、なのでまあとにかく大変なんですよね。でその大変な業務を10ヶ月かけてやるんですけれど、いくらぐらいもらえるんですかっていうと、まあ、財産規模によって本当に全く違う。これがまあ相続税をやりたい人にとってはメリットなんだと思うんですけれど、普通にするとね100万円ぐらいいかないよっていう感じがまあ多いんです。でそうなると、じゃあいつも僕が言っている1000万2000万っていうラインに行こうと思ったら、年間20件ぐらいの相続税の申告はまあしないといけないよねっていう計算になりますよね。20件ぐらいなんですけど、まあ、10ヶ月走るものなので、言ったらその20件近くがほぼ並行並走してるっていう感じになります。でこれはね、相続税の申告をしている人たちに20件並走って言ったら、もうああもう殺してくださいぐらいの、ありえないありえない、そんなのはありえない。もう10件でも多すぎる多すぎるっていう感じ、5、6件ぐらいかな、よくやっている人たちでっていう感じなので、めちゃくちゃ大変なんですよ。となるとやっぱりそれに対して1人はきついので、何人かで分担してやらないといけないってなると、収入がそのね1000万2000万を稼ぐっていうために20件なんだったら、それを何人かでやるということは当然一人一人に入ってくるものは減ってくるので、そういう意味で申告という内容から見てかなり難しい目ではあるんです。だけど当然相続税専門税理士事務所みたいなドーンと大きくやってるところとかもあるじゃないですか。じゃあこういうところはどうしてるのかっていうと、大きく組織として戦ってるっていうことなんですね。まず人が亡くなった時にだけ事業が発生するんです。相続税の申告が発生する。相続の場合はまあ一件一件っていう形なので、まずその仕事が入ってくるかどうかもすごく大きな問題になってきていて、じゃあどうすれば安定的に入ってくるのかっていうと、例えば証券会社さん、大きなところとお付き合いがあると、証券会社さんのお客さんはお金を持っている方が多いです。そしてまあ一定のご年齢の方が多いです。であるいは葬儀屋さん、こういう形で相続税の申告業務が紹介されそうな大きなところとお付き合いをするっていうことで安定的に入ってくるし、かつ一定の金額の報酬が得られるような財産の方のお仕事が入ってくるっていうことになると、結局のところ大きな組織と付き合いをするので、こちら側も組織として大きくなってない、安定的にお渡しするってことができないので組織になっていく。でかつかなりのまあそういう高額な財産の方の申告をするっていうことになるので、難しいことも多いですし、やっぱりチームを組んで人数がいる中でやっていくっていうことになります。でそうするとちゃんとまあ高単価のものが安定的に入ってくるっていう状態なので、みんなでやってきっちりと収益を残していくっていうことができる。でもうそれは税理士法人のきちんとした組織になっているところは、まあ、役職についていけばお給料1000万2000万っていうのは割とありますよっていうラインに上がってきます。だこういった形でやっているっていうのが今の業界なので、一人で開業して一人で相続税の申告をしていくっていう時は割と難しいもんだなっていうのがある。業界とか業態として難しいというのがあります。で今度その形の問題を今お話したんですけど、じゃあこの人ですね、やる自分っていうのを考えた時に、一人で相続税の開業してね、一人で相続専門ってやってる人いないんですかっていうとね、いるはいるんです。でもそういう方がどういう方かっていうと、まあ、特徴的なのはまず営業がねうまくて、さっきはその亡くなるであろう方とのお付き合いがあるところと提携するんですよみたいなお話でしたけれども、一人でやってる方でうまいなっていう方は、そのお子さんたちですよね。30とか40とかで開業するとかっていうことであれば、自分の先輩とかもう少し上の人たちとの会合とかにね出ていくんですよ。自分の先輩のつてで、その先輩の先輩の同窓会になぜかこう入れてもらったりとかしながら自分のキャラクターを売っていって、恐ろしい数の相続人になるであろう人たちと付き合いが進むんですよね。でここから個別にちゃんとその数があまりにあるので個別に入ってきて、でそれをきちんとこなしていくんですけど、それはまあさっきの話で言うと安定はしてない、まあ多くなるのである程度入ってくるんですけど安定してないので、できれば組織でない方がいいんですよね。そういう方々もほとんど一人とお手伝いの方でやってるんですけども、でそうなったら何が必要かっていうね、むちゃくちゃ実力がいるんですよ。一人で全部やれる実力がいるってなったら、やっぱり相続税専門のところで何件も何件も相続税の申告をして、相続っていうのは本当に一つ一つで全然形が違うから、とにかく経験が必要なんですよ。それ
それをいっぱい得てやっと申告した時に、だって一人でさっきお話ししていたいろんな難しい問題、あれ揃えないといけないものだとか人間関係だとか、そういうのいろんなパーソナリティのある相続人さんとのやり取りを全部うまく成し遂げていくっていう時に相当実力がないと。事業応援の場合は気の合う例えば社長さんとかとだったら一緒に成長していきましょうみたいなことができるんですけど、毎回一発ものの相続に関して全部こううまくやるっていうのはぐっと自分側が上になってないとなかなか難しいので、そこでその前にどこかで勤めて、まあ、少なくとも 5,6 年は経験をしていないと厳しいんじゃないかなと思います。ってなるとその期間は当然、まあ、雇われている状態なので、まあ、開業しての、まみっていうのも変なんですけど、良さ、僕がいつもお話ししているような収入の面でも、仕事の内容っていう意味でも、良さ、やりがいみたいなところにたどり着くまでの期間がやっぱりある程度長くなってしまうので、そういう意味でも、事業応援の方がやりやすいんじゃないかな。事業応援だったら、1、2年の経験、どこかで勤めて、まあ、2年で税理士になるためのね、実務期間っていうのがもらえるので、それでまあ税理士になるとともに開業っていうことでもやって、いけるんですけど、相続に関しては自分の実力を上げていくっていうその大きな時間が必要なので、パッとどっちっていうと事業応援の方なんじゃないかなっていう気はしています。今までのお話を聞いていると事業応援に行った方がいいなと思ってしまったんですけれども、うん、そんな中でも相続の方に行く良さとか教えていただきたいなと思います。そうですね、今日お話しした内容っていうのは一般的にも想像できそうだと思うんですよね。じゃあ相続をしないといけないからそういう事業をしている人たちとつながってやっていこうとかっていうのは想像できそうだと思うんですけど、つまりはまだそういう業界なので、もうちょっと頭のネジがぶっ壊れたような形で相続税の業界に入っていくことができる人がいたとすると、かなりこれはまだそういう意味では他がいないのでブルーオーシャンなんじゃないかなっていうのが1点と、それはまあ多分ね、組織化してガーってやっていく人たちがそうなんじゃないかなと思います。今業界としてはやっぱりお亡くなりになる方が高齢だし、寿命も伸びてるので、その相続人さんお子さんたちも高齢だっていう意味でいくと、昔の感覚っていうのがないとなかなか難しいっていう状態なんだけど、それをひっくり返すことがもしできたらすごいブルーオーシャンだと思うので、そういうメリットが一つあるのかなっていうことと、あとはね、個人でされている方々も何人かいて、それで成功しているって方々もいらっしゃるんですけど、もう見てるとね、すごくね、幸せそうなんですよね。僕もめっちゃ幸せそうですけど、あ、暇なんすかっていう瞬間が結構あるんですよ。これ多分特性が事業応援型と全く違うんですけど、相続だと事業応援型ってもう想像する、はい確定申告みたいなね、あの5月っていうのは3月決算で5月申告っていう法人さんがめちゃくちゃ多いから、僕の動画よく見てくださってる方はもしかしたらそんな話もしてるかもしれないですけど、忙しい季節っていうのがもう絶対にあるんですよ。でそこはみんな戦々恐々としながらやっていくんですけど、相続のことに関してはまあ人が亡くならないとそもそもお仕事ないっていうことでいくと、まあ一回ドンと収入はね、入ってきて、もしそこでパッと仕事なければ、しばらくフリータイムみたいなこととかが多分あって、で、そういうね、バランスをある程度取りやすい、いついつは絶対ダメとかっていうのがないみたいなところは、割とメリットなんじゃないかな。そういうライフスタイルが向いているって方は、相続税の方に行くっていうのはありかもしれないです。時間配分を自由にできるからこそ、なんかユシンさんのお会いしてる税理士の人たちは、なんかあれ暇なのかなみたいな感じに、そう、相続税専門ですっていう方は忙しい時はもちろん忙しいんでしょうけど、あ、何にもすることないみたいな瞬間を空気として持ってる人たちは結構います。なんか幸せそうなんですね、うん、あ、趣味ばっかりやってるみたいな、へえ、なんか面白いですね、うん、いるので、そういう風にしたいなっていう方なんかは向いてるのかなっていう気はします。ありがとうございます。はい、ということでまとめなんですけれども、まあ儲かりやすいっていう言い方はどうなのかなと思うんですけれど、僕がいつも言っているような一定の収入に対していくことで言うと、事業応援と相続税専門ということであれば、事業応援専門の方がいつも僕お話ししている内容ですごくやりやすいんじゃないかなとは思います。で、相続税の方はやっぱり特性上、相続税の申告というものの特性とか、業界としての特性とか、それをやっていく自分の実力みたいなところで見たときに、すごく特殊な状況じゃないとなかなか成功し、そこの
同じような収益具合に持っていくまでの筋道とか特性っていうのがないと難しいんだろうなっていうのは思うので、事業の方がいいんじゃないかなと思うんですけれど、ライフスタイルだとかあるいは特性がちゃんとあるよみたいな方に関しては相続税の方っていうのも面白いのかなとは思いますし、ちょっとまだ超ベンチャー企業がバリバリ信じられないえぐいことやってきたぜみたいなことがない業界なので、ああこれやったらええやんって思った人はそーっとやってみてください。面白いんじゃないかなと、はい、思います。ということで、またコメントですね、あのいつも本当ありがたく読ませてもらってますし、高評価いいねとかチャンネル登録とかぜひぜひよろしくお願いします。で、歌の方も届いてほしいなと思います。ということでありがとう、バイバイ。